では、ま津です。えー、今日はですね、転売は違法かっていうことについて、えー、おしゃべりしていきたいと思います。あの、転売は違法かっていうと、違法なやつもあれば違法じゃないやつもあるんで、今の時点で、2000、今、2015年10月の時点でですよ。なんで、そのお話をしたいと思います。えっ、ー、とですね、これ、しっかり知らないと <laughs> 逮捕されちゃうんで <laughs>、気をつけてくださいね。あのですね、ダフ屋ってわかります ダフ屋条例みたいのがあるんですよ。要はチケットの転売です。チケットの転売は、これ逮捕されるんで、あの NG です。例えば、チケットって結構高く売れるんですよ。じゃあ嵐のね、チケットを、いくらか知らないけど、2万円で買ったとしますよね。で、これが20万円で売れたりします。だけど、ね、これやっちゃうと、 見つかったら違法なんでやめましょう。あの逮捕された人もいます。あとなんだろうな。基本的にチケットは条例、えー、で転売目的でやるの,あのダメだってことになってますんでやめましょうね。なんとなくなんだろうなあの。見つかんないだろうなってやってもちょっと怖いじゃないですか。あの入手経路とか調べられたらもう分かっちゃうんで。えー たかなか何枚のために前科つくのは良くないですよ。えー、でも、転売じゃないものもいっぱいあるんですよ。例えばですね、今あった家電とか、家電とか CD とか DVD とか、まあいろいろ、こういうのって別に今のところ転売禁止になってないですよね。もちろん、お店側としては、小売店としては、いい顔はしないと思いますけどね、別に違法かって言ったら違法ではないですね。 えー、だこういうのやってったらいいですよ。で、家電売るんだったら、アマゾンとかヤフオクとか、まあいろいろありますね。メルカリとかね。えー、そういうのを使ってやっていきましょう、えー。頑張って副業してくださいね。で、うん。あの、そういう、前科がつかないよりだけ気をつけてください。ただ僕としては、そう、転売って結構めんどくさいじゃないですか。売ったり買ったりするのが。 だから、あのー、何もやんなくても勝手にお金が入ってくるような仕組みを作るのが一番いいと思いますよ。あの、僕自身が転売やってた時は、<laughs> まあ月10万とか普通に行きますよ、しっかりやってれば。10万、20万、30万円ぐらい稼いでましたけど、もうめ、めんどくさいぞ、かなり。じゃなくて、もう、こういう一個ねか、お金のなる木を育てていけば、毎日毎日お金が落ちてくるんで、勝手に。 でこういうのを作っていくのが正解だと思います。で、このできたお金をつく使って、さらにまた木を育てていくわけですよ。2本も3本も。そうしたらもっともっとお金がいっぱい入ってくるようになりますよね。まあ、要するにお金回していくイメージですけど、ね、えー。えで、さらにもっともっとって増やしていけばいいんで。で、これは、あのー、いろんな方法があります。メルマガとか、えー、まあ、アフィリートですよね。カーテンアドセンスとか。まあ、いろいろあります。 で僕のメルマガの中では、アドセンスを使って、不労所得を毎月10万円以上稼ぐ方法というのをお伝えしま,しますんで、まあ、ぜひ、よかったら参加してみてください。あの初心者向けに作ったメール講座なんで、あの初心者の方には結構役に立てると思いますよ。はい。えー、では、失礼します。島津でした。